輪作「津軽宗歌」「慶長18年1613年6月又姫は津軽家に腰入れした」よく晴れた日だった腰入れの友ぞろいは100人を超え 津軽藩江戸屋敷に嫁入り道具が続々と運び込まれた女人の定説を表す貝合わせ貝揚いを納める渋さの紐をかけた八角形の貝桶や引き出しに鏡油をけ化粧水入れ節箱お白い入れ瓶水入れなどの化粧道具を納めた方形の化粧台が大広間の続き部屋に並んださらに 銀紙で縫い箔が施された艶やかな打掛けや衣装の数々が飾られこのほか硯箱短冊返し香箱などいずれも漆塗り金巻絵が施された長度が所狭しと並べられた津軽家の家臣たちの目を引いたのは大広間に運び込まれた関ヶ原合戦図屏風だった。 華やかな近似に躍動する合戦場面が描かれており改めて徳川家の威勢を見せつけるかのようだ大広間に入った又姫は関ヶ原合戦図屏風の前に白い綿帽子をかぶり白り図の花嫁衣装で座ったしかも傍らには福島正行との間になしたまだ8歳の直秀を 羽織袴姿で座らせている直秀はいずれ家臣の列に加わるにしても当面は親族として偶されることが決まっていた前の夫との子を婚礼に連れてきたのは我が子を日陰者にはしないという意思を示すためだった又姫の気概ははでに津軽家の性質としてのものだった 大広間で言の宴が催された。信平は関ヶ原合戦図屏風をしばし見つめて「見事なものじゃ」とつぶやいたがその後は何も言わず黙々と家臣たちから杯に注がれるまま飲み干していた。又姫はそんな信平の横顔をちらりと見たが含み笑いをしただけだった。 その夜、新所に入って杯ごとをした後、白い余儀の又姫は手を使えて信平をうかがいみた。いささかお願いの儀がございますが、お聞き届けくださいましょうか。聞こう。信平はよく光る目で又姫を見つめた。されば、大館にいる、大館御前と呼ばれる女人のことでございます。 辰姫が家中の者たちから大館御前と呼ばれていることは信平も知っていたまた又姫が嫁ぐ前に天海僧侶と共に大館を訪れて辰姫に会ったことも言語から聞いていただが初夜にいきなり辰姫のことに触れてくるとは思っていなかっただけに油断のならぬ人だと思った。 マテ姫は体を起こして正面から信平に向かい合った。なろうことなら大館御前を召し放っていただきたいのでございます。ヒ姫の言葉を聞いて信平はゆっくり頭を横に振った。相すまぬが私にはそれはできぬ。ご彫愛の女人だからでございますか マテヒメは余裕を与えず詰め寄った。長愛と申すべきかどうかはわからぬが、愛おしく思っている。さらに言えば、私はあの者に共に生きて参ろうと申した。私は一度口にしたことは変えぬ。信平が春巡せずに言い切ると、マテヒメは再び手を使えて頭を下げ、 ご無礼いたしました。と言った。そして頭を下げたまま。ただいま殿が申されたことは、妻としては悲しゅうございますが、女子としては嬉しゅうございます。嬉しいとはどういうことであろうか。信平は首をかしげて聞いた。又姫はゆっくりと頭を上げた。 殿が天下僧侍の仲介により、正室の座にあった辰姫殿を下ろし、私を迎えられたことは、大名として家を保つためにやむを得ないことと存じます。されど、辰姫殿を大館に置かれ、私から召し放てと求められても拒まれるのは、武士としての譲れぬ気概を示されたのだと存じます。 そうであろうかな。信秀は苦笑した。松姫はさらに言葉を続ける。さらに申せば一度訳したことは互えぬと言われる殿子は、女子にとりまして誠に頼もしく、親わしい信ずべきお方であろうかと思います。殿がさような方であることを私は嬉しく思いました。 それでは、辰姫のことは許してくれるのか。待姫は笑って頭を横に振った。それとこれとは別のことでございます。私は殿の妻でありたいと、たった今心に決めました。そうであるからには、なおさらのこと、辰姫殿とは生涯をかけて戦わねばなりませぬ。ただ、私は、 大御所様の養女であるという力を盾にいたしたくはございません一人の女子として辰姫殿をしのぎたいと存じます又姫はひたと信平を見つめたでは又姫殿は今からどうされたいというのだ信平が聞くと又姫はためらいを見せずに答える 祝言はあげました。なれど、今宵から心情は別にしていただきたく存じます。信平は笑った。さても気丈な、初夜から亭主を追い出すというのか。又姫は真面目な顔でうなずいた。女子は望まれてこそ、夫と共に生きてゆけるのです。私は、 殿に望まれる女子となる道を歩もうと思いを決めましたこの道を歩めば必ず殿のもとに参れると信じております信平はため息をついて又姫を見つめたそなたは大御所様の養女として全てを望みどおりにできるのにあえて行き難い道を選ばれるか 私は、ゆえなく夫を奪われ、婚家を出されたことがございます。自らの手で掴んだものしか手に残らぬことを知っております。大御所様の力を傘に着て、殿に無理強いをすれば、殿の心は永遠に私の手の届かぬところへ行くだけのことでございます。それで、あえて心情を別にするのか。 信平が笑顔で言うと、又姫はこくりとうなずいた。私は何かを得ようと思えば、まず何かを手放さなければならないことをわきまえております。つまりはずるいのです。辰姫殿はずるい女子を敵に回されました。又姫は澄んだ目で笑った。 同じ夜辰姫は大館の陣屋で玄吾と共に月を眺めていた「兄上ただいま星が流れましたぞ」そうか見えなかったな玄吾は夜空に目をやった「今流れた星は私かもしれませぬぞ」辰姫は微笑みながら言った 言語はちらりと辰姫を見た不吉なことを申すのだなもはや前途に自信を失ったのか言語が冗談めかして言うと辰姫は切なげに答えた「もともと自信など持ってはおりませぬただ思いが通じることを願うばかりですから」そうか 言語は手記の酒を杯に注いだ辰姫はなおも月を見上げて話す「又姫様は強いお方ですやがては殿の心をつかまれるかもしれません」いや殿が愛おしんでおられるのがそなたであることは紛れもないぞ辰姫は言語を振り向いた 月光に照らされた辰姫の顔は白く輝くように見えたたとえ今はそうであっても人の心は変わりますもし変わらぬものがあるとすればそれは自分の心だけかもしれませんそなたの心は変わらぬのだな変わりようがないのです私は 義を貫いて死んだ石田三成の娘ですから太閤殿下が亡くなられ天下の人心がことごとく徳川様になびいても父上だけは変わらなかったからな言語はうなずいた変わらない心だけが心なのではないでしょうか辰姫は再び夜空を見上げた 言語は物思いにしばらくふけった後杯を置いて話題を変えたしかし又姫様を津軽家に嫁がせることで大御所様は北の備えも固められたもはや大阪方との戦は近いと見なければなるまいなまた戦なのですか辰姫は眉をひそめた 我が殿が又姫様との縁組を断らなかったのは大阪方にはつかぬと大御所様にお伝えするためであった辰姫はうなずく家康にしてみれば津軽家への又姫の腰入れも天下正室に向けた布石の一つなのかもしれないそれは悲しいことだと辰姫は思った。 大阪城攻めに向けて家康は早くから弾丸に用いる鉛を購入し戦に備えていたといわれるだが実際に徳川方が動いたのは豊臣家が行っていた京の宝光寺再建が完成した時期だった慶長19年1614年7月21日家康は根治院数年と 京都師大板倉克重を駿府に呼び「宝光寺大仏殿の照明には徳川家にとって不吉な語句がある」と立腹の様子を見せた「照明にある国家安鉱君臣崩落」という軸が家康の首を切り豊臣を主君として楽しむと読めるというこじつけに等しい解釈を行って 豊臣家を圧迫したのだ幕府の命により直ちに奉公寺の再建供養は延期されたこれに驚いた豊臣家の重臣片桐勝元は慌てて駿府に赴き陳弁に努めたが幕府から突きつけられたのは1豊臣氏が大阪城を分け渡して国替えすること2他の大名と同様に 江戸に屋敷を持ち居住すること「三国替えや江戸に居住することができないのであれば淀殿を人質に出すこと」という三箇条の要求だった片桐勝元がこの三箇条の要求を持ち帰ると淀殿は不快に思い徳川と豊臣の緊張は高まった徳川方の要求をいいだくだくと持ち帰った勝元への 豊臣家内部の不満は高まりついには大の春ながらが勝元の殺害を計画するに至ったたまりかねた勝元は10月には大阪城を出て居城にこもったこれがいわば徳川と豊臣の手切れとなった大阪方は軍備の増強に努め真田信繁長宗我部守親後藤又兵衛 明石照泉ら名のある浪人が続々と入場した豊臣秀頼は豊臣家御子の大名たちに書状を出して大阪城入城を求めただがこれに応じる大名はおらず秀頼は豊臣家が孤立していることを悟った家康は10月11日に駿府を立ち23日には京の二条城に入った 将軍秀忠も23日に江戸を立ち11月10日に伏見城に入った今まさに徳川と豊臣の間で先端が開かれようとしていた幕府は福島正則や黒田長政加藤義明など豊臣恩恒の大名は豊臣に通じることを恐れたのか江戸に留めを言ったこのことは津軽信平も同じだ 信平は三千の兵を率いて大阪に参陣しようとしたが、家康の防身、本田正信から、無用である。津軽殿は国元に戻られ、北方の鎮守に当たられよ。と言い渡された。信平はすぐに承知したものの、恐れながらと言って、あることを申し出た。津軽勢は国に戻るが、 大阪城攻めほどの戦はこれからないであろうから家臣に見分させておきたいついては家臣を一人大御所の使い番として陣営に加えていただけないだろうかというのだほう面白いことを言われるして使い番を務めさせたい家臣とはどのようなものでござる政信の細い目がきらりと光った。 信平は落ち着き払って答えた。杉山元吾と申す家臣にござる年少の頃大阪城におりましたのであの城のことはよく存じてござるなるほど大阪城のことをよく知っているものでござるか正信は津軽家中に杉山元吾と名乗る石田三成の血を引く者がいることを知っていた。 しばらく考えた正信は膝をぴしゃりとたたいた「よろしかろう大御所様の使い番として見失れましょう」正信があっさり言うと信平は念を押すように聞いた「大御所様のお許しを得ずともよろしゅうございましょうか」正信はにやりと笑った「たかが使い番一人のことでござる。 それがしし決めても差し支えはござらん。それとも杉山元吾なるご家来は大御所様の許しを得ねばならぬほど違わのあるものなのでござるかい,いえ決してさようなわけではござらんただ我が津軽家の徳川様への忠説の証となるものかと存じておりますなるほどまさにそうあってほしいものでござる 正信は、大行にうなずいてみせた。信平は、国元に出発するに際して、松姫に杉山言語を大阪に行かせることを告げた。松姫は眉をひそめた。それはいかなるわけでございますか杉山言語が、石田三成様の子であることは、そなたも存じておろう。 言語が我らと共に国元に戻れば目の届かぬところで何を画策するか分からぬと徳川様は疑心暗鬼されぬに違いないそれより大御所様のおそばにおいて疑われぬようにした方が良いと考えたのだ淡々と話す信平を又姫はじっと見つめたやがて笑顔になった 5年の言ったことでございます感服いたしました」と言った信平はうなずいただけであとは何も言わなかった翌日江戸をたった信平は土地を大館によると辰姫に杉山言語を大阪に使わしたことを告げた辰姫と二人だけになると信平は恋を潜めた 言語を大阪にやったのは皇太院様のもとに行かせるためだ皇太院様のもとに達姫は目を見張った私は徳川様の命に従い大御所の養女である待姫を聖室に迎えたということは皇太院様の養女であるそなたをないがしろにしたことになるそれゆえ 言語の口からまことのことを伝えてもらいたいのださようでございますかされど大御所様の使い番となられれば高談員様のもとへ行くのは容易ではないと存じますが辰姫は問いかけるように信平を見た大御所様には私が言語を使わせたわけを すぐに見抜かれるであろうそなたの使わした言語ならば講談員様の機嫌も存じぬと思われるに違いない信平は自信ありげに言った辰姫は特進するとともに長く会っていない講談員の恩用を思い浮かべた徳川が大阪城を攻めることになって 懸命に豊臣家を守ってきた講談員はつらい思いをしているに違いないそんな折自分もまた津軽家の性質の座を追われて心配をかけているのだと思うといたたまれない気がする言語が自分のことも講談員に伝えてくれるのであればありがたいと辰姫は思った6 杉山言語は徳川軍とは別に東海道を京に向かった。二条城に着くと大広間で家康に拝謁した。家康はじろりと言語を見て。そなたが津軽が差し使わした使い番か。とつぶやいた。言語は手を使え、平伏した。さようにございます。 奇妙なものだな。さように頭を下げた姿の肩のあたりがよう似ておる。言語はゆっくりと体を起こし、正面から家康を見つめた。天海総侍様からもさようなお戯れを伺いましてございます。落ち着いた声で言語は言った。 はあ、天界は誰に似ていると申したのだ関ヶ原にて敗れた石田三成様でございます言語がはっきり言うと家康はふふと笑った「それは戯れではあるまいそなたを褒めたのであろう。 首をかしげて言語は通った。敗軍の将である石田三成様に似ているとは褒め言葉でございましょうか三成は主君である太后を裏切らなかったそなたも主を裏切らぬ男だと天海は見たに違いない家康はそっけなく言ってのけた 言語は手を使えて頭を下げた。それはありがたき幸せにございます。さようにかしこまるな。わしは年寄りだ。時がないゆえ忙しい。今は大阪のことを考えでまだらぬゆえ、関ヶ原のことは忘れた。 母と笑いながら家康は言った。言語はちらりと家康の顔を見た。石田三成様は大御所様にとりまして今では塵りほどのものであるということでございましょうか。家康は大きな目で言語を睨んでから。さて、どうであろうかな。 そなたは広大院への使い番といたすゆえ、知りたいことがあれば広大院に聞くがよい。言語は手を使えたまま重ねて聞いた。広大院様は石田様のことをよくご存知だということでございますか津軽家の家臣が何を申すことやら。 家康は口を歪めた。申し訳ございません。言語は素直に頭を下げた。家康はそっぽを向いて言葉を継いだ。三成の娘は、広大院の幼女として津軽家に課したではないか。広大院が三成を大事に思えばこそのことであろう。 家康はさりげなく言うと、もはや言語への興味を失ったように、もうよい、下がれと言った。大広間には家康に配慮しようとする者たちが詰めかけている。家康から犬の子を追い払うように言われた言語はおとなしく下がるしかなかった。しかし家康が自分を見つめる目には不思議に敵意はなかった。そのことだけが、 元吾の印象に残った翌日元吾は高団院のもとに赴いたかつての豊臣秀吉の聖室北の満所は秀吉の母台を弔うために落職して高団院小月に都合した高団院は東山の山陸にある元吾が山門をくぐって尋ねると応対したのは スという長年北の真ん所に仕えてきた女人である。ゾ三スはふくよかな体つきで笑みを絶やさず、言語が名乗ると目を丸くして「まあ作用でございますか」と言った。言語が重ねて「家康の使い番として講談員様にお目にかかりたい」と告げると深々とうなずいたがすぐに小声で。 辰姫様はいかにしておられますか」と聞いた主人である講談員より先に辰姫の消息を知ろうとするのはわきまえがないとは思ったが無邪気そうな恒蔵巣の顔を見た言語は「息災に過ごされておいでです」と答えた恒蔵巣は素直にニコリとして「それはよろしゅうございました」と言って 言語を奥座敷に案内した間もなく出てきた講談員も死者の趣を尋ねるより先に「辰姫は賢吾にいたしておりますか?」と口にした講談員は丸顔ににこやかな笑みをたたえている言語が口を開こうとした時傍らの構造巣が膝を乗り出して お元気だとのこととでございますよ、と告げたすでに言語に辰姫について聞いたことを隠そうともしない講談員もまた構造数を咎めようとはせず当然のようにうなずいて「それは上々、とつぶやくように言った言語は苦笑する思いだったが顔には出さず 家康の使い番となったことと今後は大阪城の戦況について高団員様にお伝えすることになりますと告げた高団員は言語の顔を見つめて「それはつらくはありませんか」と聞いた何のことでございましょうかとそちらの顔で問い返そうとした言語だったが ふと胸に詰まるものを感じて口を閉ざした少年の頃言語は大阪城で秀頼の故障を務めていた大阪城内のことはことごとく今も脳裏にあるあの大阪城に戦火が及びやがて秀頼が滅ぶかもしれないと思えば胸が波だったもはやどうしようもないことであり 自分は津軽家で生き抜くしかないと思いつつも悲しみや憤りや虚しさが胸中に渦巻いている言葉は発することができず黙り続ける言語に講談員は同情する目を向けた心ないことを申したようですですが私もそなたと同じなのですよ これからつらい日々を過ごすことになります」。講談員は悲しみのこもった声で言った。言語ははっとした。そうであった。豊臣家の滅亡は誰よりも高談員様にとって悲しきことなのだ。秀吉と共に豊臣家を作り上げたという自負があるであろう広談員にとって家康の号令のもと、 全国の大名が大阪城に攻め寄る様は最も見たくない光景だろう。それだけに徳川にこうして戦をすることになった淀殿と秀頼に対しては歯がゆい思いを抱いているのではないだろうか。そんなことを思いつつ、言語が、広大院様が大阪城に負わせば、かような戦にならずに済んだのかもしれませぬ。 と口にすると、講談員は驚いたように言語を見据えた。石田三成の子であるそなたが、さようなことを言うのですか。講談員の小姉には、叱責する響きがあった。言語は手を使えてわびた。申し訳ございませぬ。出過ぎたことを申しました。講談員は、 ゆっっくりと頭を横に振った「さようなことを申しているのではありません。そなたは淀殿のことを分かっておいでではないようだと思ったのです。恐れ入ります。言語は身を固くして頭を下げ続けた。講談委は話を続ける。 世間では大阪城を切り回しているのはヨド殿であり徳川殿のはりごとに引っかかって戦になったのだと思っているのですね。さようでございます。なおも言語は頭を上げない。それは世間の見方が浅いのです。なるほど。 秀頼殿と淀殿が何事もなく世を全うしようと思うのなら徳川殿に逆らわず命じられるがまま動くのが良いでしょう。しかしそれでは豊臣家の義が失われます。豊臣家の義という言葉を聞いて言語はハッとして顔を上げた。 そんな言語を見据えて、高寛尉は言葉を継ぐ。そなたの父、石田三成が一心を犠牲にしても豊臣家を守ったのは、その義があったればこそではありませんか。言語は体を起こし、膝を乗り出した。教えください。父が身を犠牲にした豊臣家の義とはいかなるものでございますか。 真剣な表情で見つめる言語に高談位は微笑んだそれは大阪の戦の成り行きを見ればわかることですそのために徳川殿はあなたを私への使い番としたのでしょう豊臣家の義をしっかりと見極め 辰姫に伝えなさい。それは辰姫のこれからの支えにもなりましょうから」。講談員が言い切ると構造巣が傍らから「もはやそれぐらいになされてはいかがでございましょうか」。と声をかけた。講談員はにこりとしてうなずいた。 そうですね。何事もこれからなのですから構造巣に促されるまま高段位は滞在した言語は頭を下げて見送るしかなかった11月15日家康は二条城を出発した山城傷を経て奈良方面へ向かい さらに法隆寺住吉を回って18日に天皇寺に着陣した秀忠も伏見城を出て枚方を回り天皇寺に至った26日には大阪城の北大和川を挟む尻の今福で徳川方の佐竹義信、上杉景勝と大阪方の木村重成後藤又兵衛が激戦を展開した。 この戦いで大阪型は敵の首を180余り取って大阪城の桜の場場に並べ置いた秀頼は城内の戦場敷と呼ばれる大広間で木村重なり後藤又兵衛たちに褒美を与えたという大阪型の抵抗を受けつつも徳川方は大阪城の包囲を強め家康は12月2日茶臼山に陣を移した 12月4日、前田利常の軍勢が深夜大阪城の東南に総構えから突き出した砦に攻めかかったこの砦は真田信繁が6,000の兵を率いてこもっており真田丸と呼ばれていた小高くなっている辺りの三方に空堀を掘り塀の向こうと堀の中さらにこちらの堀際に三重の柵を設け やぐらせを設け幅7尺の武者走りを作っていた前田利常の兵が真田丸に迫った時は霧が深かった徳川方はこの霧によって大阪方の目を逃れて真田丸に迫れると考えた夜の闇と霧に紛れた前田勢は真田丸の柵を切り倒し堀に入り兵際まで近づいたところが 真田勢はこれを待ち受けており、信繁が、撃てと号令をかけるや否や、鉄砲で一斉に鶴瓶打ちを仕掛けた。前田勢は悲鳴を上げてバタバタと倒れた。堀の中の前田勢は逃れるすべもなく撃ち取られた。前田勢に続いた松平忠直勢も同様で、堀の中で東西に逃げ回るだけで、鉄砲や石により残らず撃ち殺された。 真田丸の強さは徳川方を震撼させた大阪方の抵抗が眼強なのを見た家康は講和を持ちかけた1819日には大阪方は淀殿の妹である上皇院、徳川方は本田正純と家康の側室阿茶局が使者となって交渉が行われた20日には茶臼山の家康人所に 上皇院、二位の坪、ね、相庭の坪の三人の女性が、秀頼の使者として赴き、家康から聖書を受け取った。こうして、いわゆる大阪冬の陣は、あっけなく幕を閉じた。講和の条件は、大阪城の本丸を残して、二の丸、三の丸を破却し、外堀を埋めることだった。および草坑を破却し、 二の丸の石垣やぐら堀は豊臣氏の手で破壊し埋め立てるというものだった豊臣方は家康が去るのを待ってゆっくりと工事を行うつもりだったがそれに対して「遅うござる!」と言い出した徳川方は一気に二の丸三の丸の堀まで埋めてしまったこれに対して豊臣方は二位の坪ねら 和平の交渉にあたった女人たちが「話が違う」と騒いで激しく抗議をしたが徳川方では「上様にただいまお伺いを立てておらしばし待たれよ」というばかりだった豊臣方が焦って交渉しようとする間にも徳川方は連日工事を行い堀はみるみる埋め立てられていった家康は 年が明けたた。正月日ににはをち、戻っ大阪城の堀の埋め立てが進んでいることの報告を受けた家康は満足げにうなずいただけで特に言葉は発しなかった大阪城の堀の埋め立てはこの間にもさらに続き18日には大阪城は二の丸まで破壊され本城はほぼ裸城同然となった。 豊臣方は呆然としつつも、秀忠が京で睨みを聞かせている間は、どうすることもできなかった。これを見極めた秀忠は、28日に京を立ち、2月14日に江戸に戻った。杉山言語も秀忠の一行とともに江戸に入った。言語が津軽藩江戸屋敷に戻ると、すでに津軽から信平が戻っていた。 信平は傍らにマテヒムを控えさせている。言語の報告を徳川に隠し立てしないことを示すためだ。